プロ野球、飛ばないボールのせいでつまらなくなってしまう。2020年ぐらいまでのプロ野球、3割超えたら主力だな、30本打ったら主力だな。最近のプロ野球、打率2割7分もあったら主力20本打てたら神、3割とか無理、30本とか無理。投手が優秀だと面白くない。オールスターも楽しみじゃなくなったし。これほんまアホよな、交流戦やったばっかのこの時期にやる意味も興味もないわ。反発係数上げないと終わりだよ、このスポーツ。投手の技術だけ上がり続けてる。早くラビットボール導入しろ、定期。10年に1回飛ばなくして野手の年俸下げんといかんからな、投手なんて全盛期短いんやし。まあでも客は大入りだから。投手がめちゃくちゃすごい球投げて投稿ならまだしも、今年は奪三振率すら劣化してるっていう。まっすぐ140そこそこのカットツーシーム持ちがただ凡打量産する光景の何が面白いねん。上の選手から抜けてくからしゃあない。今年のプロ野球、30本村上だけギリギリ届くかのペース。3割打者世話サンタナ以外は2割台になりそう。岡本が28本くらいのペースなんだっけ、かクソみたいなボールやな。2011-12 とどっちがひどい？その違反球の年よりホームランも OPS も低いペースで終わってるらしい。マジでつまらんから最近結果しか見てない。飛翔癖あるピッチャー無敵やろ、外野フライなるんやから。スターいなくね？00年代とかいっぱいおったやん。00年代はまだ国内野球に夢を見れたけど、その00年代の一流選手たちがメジャーで活躍できずに戻ってきて、 NPB と MLB の差を見せつけられて、メジャーで活躍できなきゃスターじゃないってスター選手のハードルが上がっちゃったんだろう。昔は NPB で活躍するだけでスターになれたけど、7回ぐらいから見るのがちょうどいいって気づいた。ボールが悪い。メジャーは怪我人だらけ、プロ野球はボールがクソ人気出そうとしてるのかわからん。奪三振率5しかない大瀬良が防御率 0.87 だもんな。内野ゴロ打たせるスポーツ野手の間抜けないから、みな等しくひいきを、なんやこの弱小球団と思えるようにしてくれた功績はとてつもなく罪深いわ。どのチームもエース級が数人いる状況。このままだと打率2割5分あったら褒められるリーグになりそう。大したことない投手が無双してんの本当くだらない。誰が責任取るんやろ。わざわざゴミみたいなボール使って盛り下げてんの異常だよね。投手も野手も小粒になったような印象を受ける。野球全体のレベルが上がって突き抜けた選手が出にくくなってるのかな。奪三振率取りまくりなら面白いんだけど、プロレベルで微妙な球速のピッチャーが内野ゴロ量産とか何がおもろいんすか。メジャー面白すぎて草。メジャーリーグも今年は例年に比べて打低らしい。NPB の打低がひどすぎてメジャーはまともに見えるけど。